た着いた。何食べる？ほんまにそう。え、何食べる？え、いや、ワッフルやろ。ワッフルする。飲み物は？え、紅茶。紅茶？紅茶。ミルク？ミルク。オッケー。あかんねん、話したいことやばいねん。やばい、死ぬほどある。今日は死ぬほどある。もう1から100まである。うん、あんたはうち1ぐらいそんなない。そんなないかもしれない。1だ。オッケー。いただきます。いただきます。やば、美味しそうすぎる。え、てかさ、うん、この前さ、春デートどうやった、うん、載せてたくないストーリー、うん、ダメダメ。何何でやかん。何が思わなかった。もう絶対遊ばへん。何があかんかった。もう絶対遊ばん。何があかんかった。だってあのストーリーも消してたよ。うんうん、もうなしやわって思ったから匂わせんのもやめる。やばさ、5秒ぐらいで見たからな、あのストーリー。え、なんで何が分かったの。重かったな、ちょっと。フリ感。フリ感バグ。悪い意味のバグ。うん、悪い意味のバグ。どうやった。え、なんか、うん、いいね、めっちゃいいね、めっちゃいいけど、うん、なんか優しすぎて。あ、それデートでさ、うん、あのどこまでやったんですか。え、じゃあね、うん、それがな、うん、ちょっと聞いてほしい、はい、まずデートコース、うん、普通に夜集まって、うん、夜ご飯食べたんよ、うんうん、居酒屋で夜ご飯食べて、うん、でその後なんか時間まだ終電じゃなかったから、うん、どっか行くみたいになって、うん、カラオケ行ったんよ、うんうん、やばい、やなんかちょっと、うん、みたいな、うん、めっちゃあ盛り上がったんよ。いけるって思ってたけど、うん、めっちゃ距離離れて普通に歌って帰った、うん。あれ、カラオケの意味なくない？え、やばくない？カラオケはしてほしくない？カラオケ行ったやったらいけるやろ。いけるやんな、うん、さっちゃんさ、高校の時からめっちゃタイプ変わってた。変わったかも。なんな？え、変わったかも。確かに。なんか最近さ、うん、大学の友達とかと話しとってさ、うん、みんなもめっちゃ好きなタイプ変わった。変わった、うん、え、どういう人タイプだった？え、なんか何重視しちゃう？え、何重視？何重視ってなったら難しいの。でも、前より、うん、より顔を見なくなったかも。あー、わかるわ。何やろ、めっちゃわかるわ。タイプっていうか、もうオーラだから、服装が一番さ、的にはあー、なんか第一印象でさ、うん、例えば金バーってつけてきたら、うん、あ、強そうな人とか、ゴリゴリ系なんやなってなるし、なんかユニクロコーデでまとめてきたら、なんか優しそうとか、なんかそっち系って思うやん。でもさ、大学って人数多すぎてさ、そんないちいち話してられへんやん、うん、それやったらさすがユニクロ系に行っちゃう。なるほどな。うん、春は最近は精神年齢高い人がいいと思った、うんうんうん、なんか同じ年でもさ、なんか自分が喋った時にさ、なんかうわこれ違うみたいに言われたくない、うん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 、それも受け入れてほしい。年下でも精神年齢高かったらいいってことやろ。いいってこと。あ、まあ、確かにな。え、でも逆にさ、それさ、年上だった時にさ、低かった時もほんまに無理やね。あ、無理やわ。え、それは絶対に無理やな。精神年齢で見たい。え、確かにな、年齢じゃなくてな。そうそれは将来のこと話したいしな。あ、分かる。なんか真剣に話できる人がいるな。そうその年になってくると、うん、最近さ、うん、あのそういうさ、男の人と遊びに行くとかだったらさ、うん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 、どこ見る。へー、どこ見ちゃう。どこ見ちゃう、うん、変わったことある。あるよ。え、なんか、うん、こんなって自分が嫌やねんけど、学歴。あ、そうなんや。え、じゃそんなん全然気にしなかったやん、うん、やっぱ学歴いい人の方が、うん、さっきさ、なんか精神年齢高いとこみたいな、うん、高いなって思うところが多いし、それはそうやわ。やっぱり将来結婚するってなったら、うん、学歴高い人の方がちゃんとお金も稼げそうやなみたいなのが思っちゃう。みんな年重ねるごとにさ、お金気にするようになるよな。なる。やっぱり金持つと結婚したいって言うから。なるわかるよな。話とかと思ってたりしたらさ、経験人数の話とかさ、なんか飲み始めたらなったりするやん。どうかさ、多い方が好き、少ない方が好き。でも大体そういうやつ聞くやつってさ、うん、多ない。多い。え、多くて自慢したいから聞いてくるやろ。あ、そうやそうや。10代より上の人を追ってさ、うんうんうん、その時はちょっと無理って絶対。あ、なるほどな。まだ10代やったらさ、おるけどさ、うんうんうん、それより上の人は、あ、20人以上いいわって。無理じゃね。あ、確かに。どちらかといえば多めが好きやけど、うん、20は無理やんな。どこもぐらいがいい。え、正味20でも好きになったらいいけど、うん、え、でも遊ばれそうやな。いや、そうやね、遊ばれそうだし、性病気されそう。確かに、なんか持ってそうやんな、うん、前半がいい。
え、5、6、7ぐらいじゃない。でも、賞味前半が一番心地いいね。まあな。そうそう、少ない人からしたら、うわ、前半がいいなって思うけど。比べられるからやろ。比べられるし、なんかそんなことを期待されても何もできないし。あ、なるほど。そうやけど、もうこの年になって前半の人とか少ないから、もうええわ、後半でもええよってなっちゃう。諦め、もうこれは。なるほどな。確かに多い人しか聞いてこーへんよな。うん。そういうさ、経験人数多い人もさ、夜ご飯終わってさ、え、もう俺帰りたないわって言う。いや、なんか甘えてこう、なんか甘い声出してこう。そうなんだあれ。え、でもさ、そのタイミングさ、経験人数多い人の方が早ない。早い。誰？あ、もう自分が寄ってないのにとか。うん、とかそうやし。あ、まあ確かにな。経験人数多いから多分自信になってすぐ甘えれるようになって。なるほどな。やけど、だるい。でも、自分が酔ってたらいい、札は。ああ、それはそうかも。酔えてないのに来られたら、ああ、分かるわ、めっちゃ分かるわ。札はそうやって甘えてくる人はお酒強くあってほしい。ああ、なるほど。強くて、絶対自分の方が先にこうやってなってから来られると。ああ、分かるわ。え、しかもさ、そういうさ、経験人数20とかさ、10後半とかの人にさ、甘えられてもさ、うわ、これ、他の女にもやって。そう、まだ一桁台の人が甘えてきたらまた始まっちゃう。わかるわかる。ちょっとでもちょっとだけニヤニヤしてる。わかるわかるわかる。ニヤニヤともな。甘えられんのさ、キモって思う時もあるけど、でも甘えられたくない。わかるで。わかる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 。え、けどこっちも甘えたい気持ちもある。あ、なるほどな。そうそう、それが対決してる。ああ、どうしよう。でもさ、普段しっかりしてる人とか、普段なんかちゃらけてなかったら、わかるわかるわかる。一緒だから一応僕しんどいねんけど。え、でもさ、うちだってさ、ちょっとやれる女やと思われるタイプや。なんか可愛い子ってさ、うわ、この人手出せへんわとか思われるけどさ、なんやろ、なんかうちだったら中途半端。ちょうどいいブスみたいな。そうそう、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどなんか話しかけやすいし、ちょうどちょっとなんか誘ったら乗ってきそうやし、みたいな。思われてるよね。え、硬いですけど、みたいな。え、みたいな。え、そう見られるがちよな。めっちゃ嫌じゃない？ガード硬いと、ガード柔らかいと思われる。柔らかいって言われる。でもほんまに、ガード硬い女に見られたい。でもさ、前の感じで無理じゃない？ちょっと。あ、そうやわ。それは。クール系の方が、なんか、やっぱ、とかね、みたいな。とか、あ、やっぱちょっと、あの人はお誘いできるみたいな。前髪やって、ちょっと飲みにも誘ったらすぐ来て、みたいな女が、一応やれるって思われた。家届けるそうって思われて、分かるよな、視線で。しかもさ、一発目さんでさ、うわ、俺もう帰りたくないとか言い出したらさ、お前絶対そのこと舐めて見てるやろって。分かる分かる分かる。3回目ぐらいに言われたら、まだなんか、ちょっとなんか、分かるだけだよな、みたいになるけど。自分のこと好きやから、そうしてくれてんのかなって思うけど。分かる。一発目に来たら、マジかって思う。多分なんか、この一回の遊び全てなんか、ちゃんと。次行かんくない？行かへん。だってそうとしか見てないって分かったらさ、そんな行く意味ないやん。ないない。行こっか。行った。よし。よいしょー。